よ、いいよ、行っとっていいよ。エスプレッソの調子が少し悪くて、もしよろしかったらエスプレッソが戻るまで無料でよかったらあのドリンク、あ、そうですか、はい、やった大丈夫です。ナンバー、何をもらえるんですか。グラス赤ワイン、グラス赤いや、何でもいいじゃないですか。はい、あ、ぜひ。いや、お、何を頼めるんですか。エスプレッソ使わないのであれば大丈夫です。エスプレッソって何やろうか。じゃあブレンドコーヒー。ブレンド、はい。いいですか。あ、このラブレビービックスソーダとか美味しそう。いや、いいや僕。じゃあそれで。グラス赤のお一つ、ブレンドコーヒーお一つ、アイスコーヒーお一つです。はい、お願いします。すいませんね。エスプレッソがちょっとお時間いただきます。すいません。結構急ぎですか。結構12時まで。12時まで大丈夫です。12時まで大丈夫。頑張ってるんで。ちょっと。いやけん、もしダメやったらそのお金を払って帰ればいいと僕は思うです。はい。はい、すいません。はい、すいません。すいません、ご迷惑。はい、すいません、ありがとうございます。カフェインレスコーヒーでもいいですか。680円。よく眠れるコーヒー。中華なのにそんな40分つきます。40分。いや、おいらの意識では1時間半ぐらいかかる。1時間半ですか。今です、幹線道路、今あるんですか。渋滞対しなければ40分。僕は晴れ。この浜玉町、浜玉ってどこ。糸島の方の。そうそう、糸島に。わかりました。はい、じゃあ、はい、はい、こちら、はい、すいません、はい、はい、アイスコーヒーの方。アイスコーヒーは こちら。あ、いや、あ、そうか、アイスコーヒーは奥さんか。はい、じゃあ僕グラスワイン、はい、昼間っぱからありがとうございます。失礼いたします。はい、さーい。ミルクのお花が、はい、はい、ありがとうございます。
ません。いや、なんかね、あれが壊れとって。無料って、これ。あれ、ああ。あの、ただ12時前に壊れんかったら、これのお金払おうって。いや、グラスワイン。何でもいい。はい、乾杯。キャンパーイ、はい、はい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 、よがろ、はいはい、ねえ、紙でした、プラスチックって言える、あ、大丈夫ですか、ブラックでいい、俺のグラスワイン、お昼マッパから何時かな、11時45分はい、美味しい。美味しいです。美味しいです。それ何やったらブレンドコーヒー。でもカメモカ飲めなかったら飲めなんですね。モカだから。ああ、ブレンドが。ああ、美味しい。ワイン。いやあ、昼間からワイン飲むよ。よかったね。ご飯食べながら飲んでたり。大丈夫？スキッコラに。大丈夫。美味しい。すごく寝ていてください。じゃあ、次に行くよ。やめてください。はい、来た来た。はい、はい。あ、アイスモカって何かな？全部なんか同じ。はい、私じゃあ、すみません。こちらにおきますね。はい。あ、もう、どうぞ、食べないから、ついに。うん。あ、どうぞ、どうぞ。はい。これ、お、あと同じでしょ？これ、はい。はい。はい、ありがとうございます。いや、そう、写真撮って、はい。あー、いいね、いい感じ。自分でも、はい、いい感じ、はい、いい感じ、いい感じ。海外旅行したらね、これのね、100倍忙しいよ。あれ、私が普段から国葬儀あるんですよ。海外旅行で聞こえないから私忙しいんです。すごくいいことあるんだ。すごいわがままやな。すごい自己中のわがままで。なんか、めっちゃ感覚分たいんですもんね。普段は触れないと。そうよ。俺についてこい、オラオラ経緯なんです。そうよ、わかった。まだ見えてるから、わかるんですけど。はい、ワインも飲み干しました。楽しいのできた。育ち何もなかった。コーヒー。美味しいですか。美味しい。はい、よかったです。美味しい。生クリーム美味しい。美味しい。はい。あれだよ、羊の皮ね、100枚かぶとった。いや、最初ね、あのレストラン行った時、例えば僕はハンバーグ定食、こっちがステーキ定食頼んだら半分以上、おお、危ない危ない、半分以上、半分に分けてくれて、半分より大きいやつを僕にくれよった。今ね、あの韓国みたいにいろんなものを食べたいから、俺ハンバーグ、お前ステーキ、いやよ、私もハンバーグがいい。どうもこれ、騙された。半分じゃないよ、前が合わないよって言うの。本当お上品だからね、さんも。お上品だ。心地がいい感じがあるよね。おいらこんな喫茶店なんて来んよ。缶コーヒー買って公園で喋るとか。いいですね。いいやろ。それをいいって言う人はいいよ。それをいいって言う人はいいよ。すごいクソキス、クソキス。すごい家庭でいらっしゃるのに。じゃあじゃあ今じゃないよ。貧乏な時。今はもう別にほら、もうこれおごっちゃうよっていうぐらいよ。今でも来ないよ。二人の時来んや、あんまりこういうとこ。うんってます。来ないや、あんまり。焼肉食べ放題とかね。そう。これをほら、800円ぐらい払うなら、ランチ定食いっぱい食べた方がいいって感じ、僕。あの、原価中っていうやつなんですよ。原価がどれぐらいかかってるか。これ原価100円ぐらいやろみたいなね、800円ぐらい。でもほら、ランチやったら、ハンバーグして、スパゲティ作って、ご飯作って、野菜作って、いろいろ単価が高いでしょ。でも来月、その、おいしく招待したいとか、めっちゃ嬉しいです。見てください、ネットで今度。ね、そこいいよね、そこ予約しようと思って、気にしようと思って、よかったら。これなんか美味しい。
名前からすごい。自分のことはあまり喋らないので、人の話をしっかり聞いてくれる。本当ですよ。なんか裏の手がなくて、なんかなかなかあんな上手な人もいないと思いますよ。だから繋がれるのかなって。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あんまほら、喫茶店とは根拠。10秒オーバー。重いやけど、体が。